ネットコモンズは PHP、マスコールなどの上で動作するコンテンツ、管理システムであり、国立情報学研究所ネットコモンズプロジェクトが開発している。ネットの上で共有財産、共有値を築くということが名前の由来。ネットコモンズ 1XK は ZUPS をベースに開発され、GPL ライセンスのもとで公開されていた。一方、2008年8月に、 リリースされたネットコモンズ2.0以降の 2K バージョンはメープルを土台にスクラッチから開発されフリーブスドライセンスの下で公開されている。CMS には珍しく30以上の基本モジュールを同梱しているため標準パッケージのインストールには約30メガバイトをいる。なお、ネットコモンズ 1XK については2014年9月30日にサポートが終了。 2016年8月にリリースされたネットコモンズさんはスマートフォンの対応を強化し管理機能を含むほとんどの機能をスマートフォンで操作できるようになった。また自動テストへの対応を強化することで環境の変化に対応しやすくしインフラのバージョンアップに対応しやすくした。フレームワークには利用者の多い KK フップ2を採用しプログラム開発者が プラグインの追加開発をしやすくした。デザインのフレームワークにおいても、ブートストラップ3を採用し、テーマの作成で、ウェブデザイナーが参加しやすいように考えられている。当初は、教育機関向けの良い,い、ラーニングシステムとしての認識が強く、学校や大学等教育機関が主たるユーザーだったが、多種多様なウェブサイトを短時間で構築できることが、認識され、 それ以外のウェブサイトの構築でも利用が広がっている。2017年現在、神戸市の全小中学校、福島県の600校を超える小、中、高校、特別支援、埼玉県の全県立高学校、東京大学の教養教育向けのポータルサイトシステムなど、全国で5000を超える機関で活用されている。2007年にはネットコモンズを普及する目的で、 NPO 法人コモンズネットが設立され、会員企業が100社を超え、企業による普及活動も活発化している。ネットコモンズで構築されたサイトは、順序付けられたページの集合として表現される。ページはヘッダー、左カラムセンターカラム、右カラムフッターで構成され、それぞれの部分にはブロックを配置することができる。このブロックにプラグインの情報を呼び出し、 蓄積された情報をページ上に整理して表示する。登録ユーザーはセッティングモードを ON にすることでページ上に配置されたポートレットの位置を変更したり、機能を追加、削除したり、デザインを変更することができる。ネットコモンズ上のページはルーム管理、プラグインによって管理されているルームに割り当てられている。ルームは外部に公開されているパブリックルーム、 登録ユーザーのみがアクセスができるグループルーム、そして登録ユーザー本人のみがアクセスできるプライベートルームの3種に分類される。パブリックルームの集合をパブリックスペース、グループルームの集合をグループスペース、プライベートルームの集合をプライベートスペースと呼ぶ。各グループルームにはユーザーの部分集合が割り当てられており、各登録ユーザーは定められた役割また、 各ルームで作成したコンテンツをモジュール単位でコピーしたり別ルームに移動させたりすることができる。これによってデータベースを用いた他の CMS とは異なり、サイト管理者だけでなくコンテンツの真の所有者であるユーザーが自由に自らのコンテンツを管理、移動することが可能となっている。ネトコモンズさん、バッツ系ではスマートフォンへの対応や OS、 ミドルウェアの環境変化に対応しやすくするために自動テスト機能が組み込まれた。また、ヘッダーなどの部分は、サイト共通、パブリック共通、ルーム共通、ページのみなど、細かな設定が可能になり、超機能であった動画プラグインが標準機能として取り入れられた。このような高機能性に対して、初心者でも比較的簡単に使えることもネトコモンズの大きな特徴である。 ユーザーインターフェースは主要なウェブメールのそれに統一されており、ワープロのノウハウと画像だけあれば本格的なポータルサイトを短時間で構築できる。また、主要なプラグインがコアプログラムに同梱されているため、インストール後すぐにサイト構築に取り掛かることができる。こうした利便性が評価され2005年以降急速に学校や NPO、自治体や 中小企業などに広まっている。課題であった各ページへのパーマネントリンクが長すぎる点については、ネットコモンズ2.2.0.0で対応がなされ、ネットコモンズ2.2.0.1において、W3C のバリデーションチェックと PHP5.3 への対応が行われた。ネットコモンズ2.3では、プライベートメッセージ機能や言語選択機能等の機能追加、 携帯版機能の強化及び処理速度の改善が行われた。また、ネットコモンズ2.4、2.1では、PHP5.6 への対応が行われた。公式マニュアルとして、ネットコモンズで本格ウェブサイトが2009年8月に、ネットコモンズ実践デザインカスタマイズが2010年8月に出版された。ネットコモンズ3の 公式マニュアルはネットコモンズさんクラウド活用で安全、簡単に本格ウェブサイトが2018年8月に発売される。2005年以降、国立情報学研究所の主催でマイカユーザーカンファレンスが開催されている。ありがとうございます。